皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで1月20日全国発売、12月1日から先行発売をしているルナソルスプリングコレクションの限定アイシャドウ2色とアイシャドウ、チーク、リップに使えるマルチスティックのイリセントグリッツの限定色2色をご紹介させていただきました。先行発売でも即完売ですごく人気だったイリセントグリッツについてコメント欄でもすごく可愛いとたくさんコメントいただきましたが、オイルっぽい質感のスティックなのでアイシャドウ使いするとヨレや二重幅にたまるのが気になる点だと思い、今回はイリセントグリッツをヨレにくく二重幅にもたまりにくい使い方を検証していきたいと思います。春らしいカラーがすごく可愛いコレクションなのでぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アイシャドウの単色塗りとマルチスティックを目元と頬と唇に単色で塗ってみた感じなどはメインチャンネルの動画でご紹介しているので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。今回は EX02 をハイライトに塗っていて、 EX01 単色でチーク使いをしています。リップはエルメスのルージュエルメスの21番のカラーを塗った上に EX02 を上から重ねてパール感を出しています。イリセントグリッツはまぶた以外のパーツに使ってもすごく可愛いですよね。オイル感が強い分逆に目元に塗るとき以外はすごく使いやすいです。ではまずは最初にイリセントグリッツをパウダーアイシャドウのグラデーションの上につけるパターンと、イリセントグリッツをベースにしてその上にパウダーアイシャドウを重ねたパターン、どちらの方が崩れに強いのか見ていきたいと思います。メインチャンネルでは EX28 のアイシャドウにイリセントグリッツの EX01、 EX29 のアイシャドウにイリセントグリッツの EX02 を合わせたので、今回はメインチャンネルとは反対の EX29 ナイトガーデンのアイシャドウにイリセントグリッツの EX01 バタフライアディクトを重ねてみたいと思います。まずはこちら側にパウダーアイシャドウをベース、その上にイリセントグリッツのパターンのメイクをしていきます。まず A のカラーを指にとってアイホール全体にのせていきます。 A のカラーはマーブルになっていますが、実際にまぶたにのせてみるとこんな感じでピンクのふんわり感とブルーの透明感が混ざり合うような絶妙な発色です。続いて C のカラーを指にとって上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと発色させていきます。ブルーもパレットで見るよりも発色がナチュラルなので全然指塗りでも派手になりすぎないです。本当に今回のアイカラーレーションはパウダーの粉質も軽くて発色もナチュラルなので、アイシャドウの発色の調整が難しいということにもすごく使いやすいと思います。付属のチップの太い面に B のカラーを取って下まぶた全体に塗っていきます。 B のカラーが今回のパレットの中では一番発色がしっかりめですが、それでもこんな感じで全然下まぶたにも使いやすいくらいの発色です。上まぶたはあえて淡い色合いのグラデーションにしておいて、下まぶたで目元を引き締めるのも可愛いですよね。最後に B のカラーをチップにとって目頭くの字にピンクを入れておきます。はい、 EX29 番ナイトガーデンだけのグラデーションの状態だとこんな感じです。柔らかいブルーメインで仕上げても可愛いですよね。この上にイリセントグリッツの EX01 番バタフライアディクトを重ねていきます。指にとって黒目の中心にトントンと重ねていきます。上まぶたは今回ブルーだけで仕上げたので、こんな感じで EX01 番を重ねるとパープルのニュアンスが加わって可愛いですよね。より幻想的なイメージに仕上がると思います。
はい、上からイリセント区立01番重ねてみました。 EX29 のアイシャドウとイリセント区立 EX01 の組み合わせも相性がいいですね。より大人っぽい印象に仕上がると思います。では反対側、まずはイリセント区立 EX01 番をアイホール全体に塗っていきます。指で塗るとかなりナチュラルな仕上がりだったので、スティックで直接まぶたの上にのせてぼかしていきます。こんな感じで綺麗にぼけてくれて、オイルっぽい分まぶたの乾燥が気になる時にも使いやすいところはいいですよね。単色塗りでもすごく可愛いです。はい、単色塗りだとまずこんな感じです。この上に EX29 番の C のカラーを指にとって、上まぶたの目尻3分の1に入れていきます。目を開けた時にカラーが見える位置くらいまで太めのライン状に入れていくと可愛いです。最後に付属のチップの太い面に A を取って下まぶた全体に入れていきます。はい、こちら側はイリセント区立をベースに上からパウダーアイシャドウを重ねてみました。今回のパウダーアイシャドウはあまりラメ感やパール感が強くないカラーが多かったので、ベースにイリセント区立を塗っておくことでパール感とヌレツヤ感が増してニュアンスチェンジができて、ベースに塗るのもすごく可愛いなと思いました。パウダーアイシャドウは目尻に太めのライン状にブルーを入れたのと、下まぶたにマーブルタイプの A のカラーを入れただけですが、イリセント区立の EX01 が赤みブラウンのベースカラーがついているので、しっかりと締め色を入れたわけではないですが、ちゃんと目元全体の印象も引き締まっていますよね。この組み合わせ可愛いですね。メイクしたてはそれぞれこんな感じです。私はかなり二重幅にアイシャドウがたまりやすいタイプですが、塗りたては全然大丈夫そうですね。ここから少し時間を置いてどのくらい崩れに違いが出るのか見てみたいと思います。はい、数時間後それぞれこんな感じです。まずパウダーアイシャドウをベースに塗って上からイリディセント区立を重ねた方は、二重幅にアイシャドウが溜まったなと思ったら、その後まばたきをしているうちにパウダーアイシャドウごと取れて素肌が見えている感じの崩れ方でした。逆にイリディセント区立をベースに塗って上からパウダーアイシャドウを塗った方は、目頭側はイリディセント区立のみで目尻の方にだけパウダーを重ねたので、目頭側は二重幅にアイシャドウが溜まっているけれど、パウダーアイシャドウを重ねたところは溜まっていないのが分かりやすいかなと思います。こんな感じでどちらも汚く寄れるというわけではないですが、やはり時間が経つとスティックのオイルと摩擦で二重幅に溜まりながらアイシャドウが落ちてしまう感じはするので、上からパウダーアイシャドウを重ねた方が多少崩れには強くなるかなと思いました。では続いてはイリセント区立の EX02 番ラビリンスをベースにして、上からアイカラーレーションの EX28 番フローラルメイズを重ねてみたいと思います。 EX02 番のスティックを直接塗っていきます。先ほどの EX01 よりもパープルの色味が強くて、さらに透明感が借りれるようなカラーです。こちらも単色塗りでも可愛いですよね。現在ハイライトとしても塗っているのですが、 EX02 は肌にのせた時よりもまぶたにのせた方が発色がしっかりと出ます。この上から EX28 番フローラルメイズの B のカラーを指にとって、目を開けた時にカラーが見える位置までふわっと重ねていきます。全体に重ねた方がより二重幅に溜まってくる感じが気にならないと思うので、こちらのカラーをしっかり重ねて油分を抑えていきます。 B
ーのカラーもかなり発色がナチュラルですが、ギリセントグリッツをベースに塗っているので、油分とパウダーがピタッと密着して発色が良くなっています。この組み合わせも可愛いですね。続いて D のカラーを指にとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。続いて付属のチップの太い面に A を取って、下まぶた全体に入れて、最後に C をチップの細い面に取って、下まぶたのまつげの際にしっかりと入れていきます。そして反対側にはアイシャドウプライマーを塗った状態でパウダーアイシャドウでグラデーションを作って、その上に最後にイリセントグリッツを重ねたら崩れに強くなるのかどうかを見ていきたいと思います。私は普段アイシャドウプライマーは使わないので、今回はこちらのディオールのバックステージアイパレットの中に入っているプライマーを使っていきます。バックステージアイシャドウパレットのプライマーは最初クリーミーですが、そこまでベタつく感じでもないので、まぶたになじませると比較的さらりとした軽い質感のタイプのプライマーです。まず A のカラーを指にとってアイホール全体に塗っていきます。続いて D のカラーを指にとって、目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと重ねていきます。最後に B のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体に入れていきます。ではこの上にイリセントグリッツの EX02 を取って、目を開けた時にカラーが見える位置まで全体にのせていきます。オレンジの柔らかさとパープルの透明感が加わってすごく可愛いですよね。春らしい印象に仕上がります。はい、イリセントグリッツ EX02 とアイカラーレーションの EX28 を組み合わせてみました。こちらの組み合わせもよりオレンジの柔らかさが引き立ってすごく可愛いですよね。メインチャンネルでは EX28 と EX01、EX29 と EX02 の組み合わせでご紹介しましたが、個人的には逆の組み合わせが春らしさが出てすごく可愛いなと思いました。ではこのまままた数時間後見ていきたいと思います。はい、数時間後こんな感じです。映像ではちょっとわかりにくいと思いますが、やはりアイシャドウプライマーなしの時と比べるとアイシャドウが取れてなくなってしまう感じはしないですが、逆に二重幅に溜まっている感じが気になります。反対側のリリセントグリッツをベースに塗って全体にパウダーアイシャドウをかけた方は全然二重幅に溜まる感じもよれる感じもしないので、絶対によれたくないという時や二重幅に溜めたくないという時はイリセントグリッツをベースに塗って、その上から全体的にパウダーアイシャドウをかけると油分が抑えられて、ヨレや二重幅にたまる感じが気にならなく使いやすくなるかなと思います。やはりイリセントグリッツは油分が多いので上からパウダーをかけた方が安心して使いやすいですね。はい、ではこんな感じで1月20日発売ルナソルのスプリングコレクションイリセントグリッツのよれにくくて二重幅にもたまりにくい使い方をご紹介していきました。今回のアイカラーレーションは特に発色がナチュラルなので、ベースにイリセントグリッツを塗っておくことで発色もアップして、少しだけ深みもプラスされるのでちょうど良かったなと思いました。ちなみに長時間チークやハイライトにイリセントグリッツを使っていても程よいしっとり感も保ちつつよれてくる感じはしないので、頬やハイライトに使うときはそこまで工夫しなくてもすごく使いやすいです。アイシャドウ使いも上からパウダーアイシャドウを重ねれば全然問題なく使えたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。
メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。